本宗隆は、新末、中華民国の政治家、外交官。新末には、偏方派の一員であった。中華民国が成立して、後に、孫文らのご法軍政府の一員として活動する。さらに、新日政権である、中華民国維新政府や南京国民政府の首脳となった。字は、金はじめ。香港間弁中央書院に入学して、 この時に孫文と交友になっている。1895年、公中会に参加し、革命派に傾倒していく。1897年、天津北洋大学堂で学び、修了後に、公人書院で、英語教師となる。その後、英国通商条約委員、評価追の秘書を務めた。1900年7月、御宗高は、変貌派の東西常が組織した。 自立軍の中上海外交代表に就任した。同年8月、党が自立軍の放棄に失敗して処刑されると、恩は南方へ逃れる。その後、両公用務局局長、関東電話局総弁、関東省弁学道総弁、チャンス公報道などを歴任した。1904年、映像帝役副大臣として、 当将義に随住して、インドを訪問した。同年8月に帰国し、良好総督、新春権のもとで、外交事務を担当した。1908年、オン・ムネ・タカは、中倉三三大臣に任命され、チベットに、成長代表として駐留した。当時、チベットのダライラマ13世に対して、イギリスの影響力が次第に、強化されていた。そのためオンは、 新朝の影響力を回復するために、四川省の軍をチベットに駐屯させようと図り、ダライにそれを受諾するよう迫った。しかし、1910年、ダライは四川軍のチベット入りに反発する形で、インドへ向かい、新朝はダライを廃位してしまう。恩は、事後処理の後に、内地へ転任し、両好総督書用無顧問、外務部参議を歴任した。 1911年10月、武将危機義が勃発するに際して、御宗高はご提案、薫、長剣らと共に、共和主持の伝聞に名を連ねた。1912年1月以降、御は、義は三三、上海通商交渉士、湖北軍政府外交代表などを務めた。さらに、統一党参事となったが、間もなく新春剣と共に、 国民高等を組織し、恩は副会長となった。同年8月に、総教人主導の国民党が成立すると、恩も、参議として、これに加わった。1915年12月勃発の五国戦争の、際には、恩も、遠征外討伐活動に参加した。1916年5月1日に、関東省、 はじめ喜びに、両候補国軍と司令部が成立すると、恩は外交局長となっている。8日、軍務員が成立すると、王朝恵みともに外交福祉に任せられた。1917年7月、孫文が語法運動を開始すると、恩もこれに随住して、公衆入りした。しかし恩は、新春権を支持する、声学派に組みし、 孫と対立するようになった。翌1918年5月、大元彗星が7総裁制に改められ、陸栄帝ら、旧後世派の後ろ盾を得た新が、主席総裁となり、孫、党将儀、後帝カオルラは反感を抱いて去っていく。1920年4月、新の主導により後が、外交部長、財務部長兼任から罷免され、恩が、 公認の外交部長とされた。5月には孫、党、後の公認として、音楽魔、国部、劉健余と共に総裁となっている。下付寺の恩宗隆ネタかフーズ封印・チャイナサードエド、6月、孫文、唐将儀、五帝カオルに、統治儀行が加わり、軍政府分立を宣言した。以後、新春剣、陸栄帝、恩宗隆ネタからは劣勢に追い込まれていくことになる。 同年10月、孫派を支持する、陳慶明ら関東軍の攻撃を受け、新、陸、恩らはいずれも下付に追い込まれた。以後、恩は、上海で、しばらく陰性することになる。1938年2月、恩・宗ネ・は日本からの接触を受けて、両虎と共に、新日政府組織への活動を開始した。恩は、かつての上司である。 党将棋を指導者として擁立しようと説得を試みたが、党はこれを消極的な回答を持って事実上を拒絶した。それでも、恩や針は政府組織の準備をそのまま進める。同年3月、南京で中華民国維新政府が樹立され、恩は立法委員長に就任した。1940年3月、王朝名が南京国民政府を樹立すると、 オ宗ムネタカは、司法委任長兼中央政治委員会当然、委員に就任した。その後、県政実施委員会常務委員、東亜連盟中国総会常務理事、自局作新委,委員会副委員長などを歴任した。日本敗北後の1945年9月27日、オ宗ムネタカは、上海で、国民政府に逮捕された。翌年7月8日、韓官の罪で、 無期懲役を宣告され、同年中に南京の獄中で病没した。去年71。ありがとうございます。